どうもフルーチャンネルとしてひろきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お腹空いた時って、まあ、ウーバーかコンビニかっていろいろあると思うんですけど、まあ、ひろきさんこれどっちなのかなと思うんですね。まあ、あのね、古市さんはすごい稼いでらっしゃるんで、ウーバーイーツを頼まれると思うんですけど、まあ、ひろきさんが絶対稼いでるのに、なんかいきなりなんかこっちバーンってこう攻撃してきたんで、そこがちょっとよくわからないんですけど、毎日ウーバー頼むって人って、はい、そんな裕福な人って日本そんなにないと思うんですよね。ウーバーっていうよりはコンビニを使う人の方が多いんじゃないかなとか思いますけどね。ウーバーイーツって無駄だと思うんですよ。別にお金があるんだったらコンビニに行く手間を考えたら、まあ、別にその間仕事すればいいじゃないですか、うん、僕そのまあ、 あの学生時代にまあ1億円ぐらいの年収あったんですけど、その時から僕生活水準を変えないっていうのをやってるんですよね、うん、コンビニ、まあ、自販機でジュースとかも買ったことないし、うん、あの自炊好きなんですよね。そもそも料理を作る時間だったりとか、食材を買いに行く時間だったりとか、ポイントでこれが安いよねみたいな、うん、その買い物する時間とかも結構楽しめる派なので。コンビニってでもなんか別にそんな商品の種類とか変わってないんで、うん、あそこ楽しめるのかなってすごいなんか質疑の疑問かなと思います。ひろきさん自体としては、うん、まあ、別にウーバーのすごい効率よく言ってるのかなと思って。なんかよくその Twitter とかで見ると、うん、あのメニューに載ってる商品と、うん、じゃ頼んだ来た商品がめちゃくちゃしょぼくて、うん、すごい悲惨だったみたいなのがあったりとか、うん、でなんかめちゃくちゃな状態で来ちゃったりとか、あのその運んでくる人が無能だった場合とか、うん、っていうので確実性に欠けると思うんで、じゃあ自分で見て買った方がいいんじゃないかなと思うんですけど、もうでもなんかそうやって会った時はちゃんと保証してくれてるんで。え、保証あるんですか？配達が悪かったりしたら返金されたりとか、ちゃんとした体制も整ってるんで、コンビニはもうその時点でまず時間が無駄だし、コンビニも異物混入とかあって、コンビニなんて、あ、古市さんの家から徒歩1分ぐらいのところあるじゃないですか。何が時間の無駄なんですか？いやでも1分っていうこの時間があったら、ひろゆきさんだったらもう1回のなんか質問答えると届いてお金入るんで、ウーバーと飲んだ方がひろゆきさん稼げますよねって話。いや僕毎日だらだらとなんかゲームしたりして暮らしてるので、そんな1分2分争うようなスケジュールじゃないんですよ。なんか古市さんはなんか分かるんですけど、はい、なのでじゃあ、はい、僕これからも猫と遊びます。よろしくお願いします。分かんねえな。難しいね。で割と普通な感じでしたね。そうですね。普通だな。